こんにちは、ジェマです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。さあ、今回は大人気のポケットサイズのカメラ、オズモポケット3ですね。こちらのカメラについてシェアしていきたいなと思います。もうね、たくさんのクリエイターさんがこぞって絶賛しているようなカメラなんですけれども、去年発売されて私も半年間ぐらいね、結構ずっと気になってたアイテムでして、今回 DJI さんから使わせていただくかいただきまして、まあ、私も使ってるんですけれども、やっぱね、これは手放せないわっていう感じです。でそもそもオズモポケットシリーズってどんなカメラなのかと言いますと、こちらカメラ本体にスタビライザーというものが機能がねついてまして、手ブレを抑制してくれるようなものになります。でスマホ用とかカメラ用の、ジンバルスタビライザーっていうのは、こういったものがあって、これもね DJI さんから出ているオズモモバイル6って言って、ここにスマホを取り付けることで、歩いて撮っても手ブレを抑制してくれるっていうようなものになるんですけれども、こういうね機材を使わなくても、今回のこのオズモポケット3にはこの中に全てそのスタビライザー機能っていうのが収まってるというものになるんです。すごくないですか？最近だと結構街中を歩いてると、旅行に来られてる方とか外国の方とか観光されてる方が結構持って歩いて撮影しているっていうのを見かけたことがある方も多いんじゃないでしょうか。でまさにそういった感じで旅先とかお出かけした時に使いたい Vlog カメラとしてすごい最適なカメラだなと思ってます。で今回のこの動画ではちょっと3つの項目に分けて、まず最初1つ目にこのオズモポケット3って、どんなカメラなのかっていうことをちょっと私の気に入ってる、機能とかっていうのを中心にちょっとご紹介したいなって思うのと、2つ目はスマホのカメラとの違いですね。おそらくこの私のチャンネルを普段から見てくださってる方とかっていうのは、普段スマホだけで動画を撮影して作ってるっていう方も多いんじゃないかと思いますし、スマホで十分だよって思ってる方もいると思うんですけれども、せっかくなので今回のこの動画ではスマホのカメラとこのオズモポケット3を比べてみてどうなのかっていうところも、私が使ってみて感じたポイントっていうのを含めてシェアしたいなと思っています。でそれを踏まえて3つ目には、このオズモポケット3どんな方におすすめなのかっていうのを最後ちょっとまとめでお話ししたいなと思ってますので、ぜひ気になる方は最後までご覧いただけますと嬉しいです。で、今回の動画ではちょっとレビュー動画になるんですけれども、ちょっと別の動画で、このオズモポケット3のより詳しい操作方法っていうのは別で出そうと思ってますので、ゲットされた方とか気になる方はぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、ということでじゃあ早速1つ目のこのオズモポケット3の特徴についてご紹介していきたいんですが、このカメラの最大の特徴としては、こんなポケットサイズのカメラなのに、三軸ジンバルがこの中に搭載されているということで映像の手ブレ補正っていうのができて、なんとさらにはこの小さいカメラの中に1インチのセンサーが搭載されているので、もう本当ねフラッグシップ級の映像が撮影できるっていうのが大きな特徴になります。で今ねお伝えしたことをもうちょっとこう噛み砕いて解説したいのと、他にも優秀な機能が豊富にこの中に備わっているので、私が特に気に入って使っている機能を中心にお話ししていきます。はい、じゃあまずこのオズモポケット3の外観についてなんですけれども、まず一つ目はここのモニターですね。今横になってるんですが、収納してる時はこんな感じで縦向きになってまして、ここをねくるっと回すとうんって感じでオンになって、映ってますかね、起動されて実際にカメラがオンになります。でここに映されている映像っていうのが流れるんですけれども、ここのモニターのサイズが今回2インチのスクリーンになったということで、これオズモポケット3の1個前のオズモポケット2の 4.7 倍の大きさになったそうです。でこれ、こんなに小さいポケットサイズの中でも、なんていうんですか、小さいのに大きいモニターみたいな感じなので、よりこうね映像が鮮明に分かりやすく確認できるようになってるんですよね。でかつ操作っていうのもやっぱり画面ができる限りこう大きい方が指でのこう操作もしやすいと思うので、そういったところもすごく使いやすいなと今回思いました。で今これはね横向きで撮影して横型、16対9の横型の映像なんですけれども、ここを縦にした状態で続行っていうのを押すと縦型の動画も撮影することができます。で最近だとやっぱり縦型で動画を撮る方ってすごく多くなってると思うので、このね持ち方を変えずに縦横こう自分の持ち方を変えなくっても縦型で撮影できるっていうのはすごくありがたいポイントだなと思いました。であとはこのねジョイスティックっていうところを上下させると、こうカメラの向きを上向きとか下向き右向きとかっていう感じで、カメラの向きを変えることも簡単にできます。
で次にこのサイドの部分に、今回マイクロ SD カードっていうのをここにね差し込んでデータを記録することができるようになっています。で続いてこのカメラとかレンズの部分についてご紹介したいんですけれども、ここについてるレンズはですね、焦点距離が 20mm で F 値が2のレンズがついています。なので結構ね広角に広い範囲の映像っていうのが撮影することができまして、で一応電子ズームでこうズーミングさせていくこともできます。でさらには、クリエイターコンボっていうね、今回ちょっと後でご紹介しようと思うんですけれども、まあ、マイクとか三脚とか全部いろいろセットになったクリエイターコンボっていうものがありまして、そのクリエイターコンボのセットの中にはこちらの広角レンズっていうのがねついてまして、これをここのレンズに磁石でパチッとつけることができるんですけれども、こうやって磁石で広角レンズをつけるとさらに広い換算約 15mm 相当の広さの画角で撮影することもできるようになります。これをつけてればね、かなりこう自撮りとかで自分の方を向けて撮影していても全くこう手をすごく伸ばさなくっても顔が近くなりすぎないので、すごく背景まで全部映し込めるので撮りやすい画角、あの広さなんじゃないかなと思います。でこの最短撮影距離、どこまでこのレンズを近づけてあの焦点が合うかっていう距離なんですけれども、それは、約20センチまでは被写体に近づいて撮影することもできますし、結構これ私撮影して気づいたのは背景が思いのほかボケてくれるんですよね。もっと全体的にピントが当たってあのパキッとした感じになるのかなと思ったんですけど、背景ボケ感が綺麗に出てくれたので、まあ、そのあたりも映像表現すごく楽しいレンズがついてるなと思いました。でさらには最初に大きな特徴でも言ったように、こんなに小さい手のひらサイズの大きさなのに、今回この中には1インチのセンサーが搭載されているんですよね。で、まあ、こういったねスマホのカメラ、今回私だと iPhone 15 Pro Max のカメラでもセンサーサイズっていうのは 1.3 分の1インチなので、まあ、スマホのカメラよりも大きいセンサーっていうのが搭載されています。でセンサーサイズっていうのは大きければ、まあ、大きいほど、まあ、ミラーレスカメラとかだともっと大きいセンサーが入ってるんですけれども、まあ、大きいセンサーが入ってるほど光をよりこう多く取り込むことができるので、夜間の撮影とかでも明るく撮影することができてノイズが乗りにくかったりっていうメリットがあります。で実際私も夜間に結構ねこのオズモポケット3を使って撮影してみてたんですけど、ノイズがねほんと全然気にならなかったんですよね。なので、まあ、これからも結構夜間もあんまり気にせずに持ち出して撮影しやすいなと感じました。で最後にこの、まあ、外観というか本体に関する機能としては、三軸のメカニカルスタビライザーが搭載されていることで、まあ、走って撮影してみてもこれぐらい手ぶれが抑えられてるんですよね。はい、じゃあここまででちょっと外観全体的な機能面のことをご紹介したんですけれども、ここからは実際の撮影の性能についていろんな機能をご紹介したいと思います。でまず今回このオズモポケット3の大きな特徴として、10ビットのログ撮影ができるようになってます。でこの D-Log M っていうモードが搭載されています。でそもそもログ撮影っていうのはどういう撮影モードかというと、ログで撮影していると白飛びとか黒つぶれを抑えつつコントラストがこう浅い状態で撮影されるので、色編集での自由度っていうのが高くなるような記録方法になります。でかつ10ビットで撮影できるということは色情報がすごく多いものになるので、まあ、後から編集でカラーグレーディングをしてこう色編集をこだわりたいっていう方にとっては、10ビットのログ撮影ができるっていうのはすごく嬉しいポイントなんじゃないでしょうか。私もね今回ログで撮れるっていうのを知ってすごいなと思ってめちゃくちゃありがたかったです。で続いてオートフォーカスがこれめちゃくちゃ速くって、これすごい驚いたんですけど、まあ、被写体がねこのカメラに映ってる状態で突然動いたりしても自動的にオートフォーカスがその被写体に追従してカメラがね移動してくれるんですよね。なので画角から被写体がこうはみ出ちゃったりとか見えなくなっちゃうと心配もないですし、あんまりこう考えずにこう持って撮影していても常に自分の顔がこう画面の真ん中にある状態を保ちながら撮影してくれたりするのもすごく、あんまりこう画角に気を使いすぎなくても撮影できるのはやっぱりねそういう旅先旅行先でそっちばっかりに気を使えない時とかにもすごくありがたいですよね。であとはこう商品とか何か物を紹介したい時とかにこの自分の顔とかよりもレンズのに近いところに持ってきた時のピントのこの移動の速さっていうのもすごく優秀だなと思いました。
で、あともう一つすごいなと思うのが、今回このオズモポケット3は顔認証の精度がすごく高くって、ナチュラルスキントーンっていう、まあ、この画面カメラの中で顔を認識すると、その状況に合わせて周りの露出とかを調整して、肌の明るさトーンっていうのを、ナチュラルに明るく映してくれるっていうような調整を自動的にしてくれるんですよね。なので、そのおかげか、なんとなくね、このオズモポケット3に映る自分の顔ってなんかちょっと漏れてる感じに見えるんですよね。なので結構撮っていて、なんか個人的にはちょっとテンションが上がるというか、なんか撮っててなんかあんまりこうリアルに自分が映りすぎてて、なんかちょっとげんなりする時ないですか？そうないですか皆さん？そんなことがないというか、なんか若干漏れてるんで、ちょっとテンション高くずっと撮影できちゃうっていうのもなんかね、いいですよね。でさらにはそのナチュラルスキントーン以外にも美顔効果っていう、まあ、モードがあって、まあ、スマホとちょっとアプリと連動させるとできるんですけれども、まあ、例えばこう顎の部分をシャープにしたりとか、まあ、肌の質感を滑らかにしたりとか、目を大きくしたりとか、まあ、あんまりやりすぎるとちょっとおかしいんですけれども、まあ、そういった感じでちょっと加工、顔の加工をして撮影することとかもできちゃうらしいので、そういったものもね、需要としてはすごく高いんじゃないかなと思いました。はい、で続いてはマイクですね。やっぱり動画の中では音ってすごくやっぱ大事なポイントになるので、マイク性能気になりますよね。で実際にこのマチオズモポケット3に向かって喋ったりしてて音声を聞いたんですけど、特にマイクとかをこう別でピンマイクとかをつけてない本体で撮れる音声も結構ね、すごく音質いいなと思いました。でかつこのマイクっていうのは指向性をまた設定で変えることができまして、まあ、この周り周辺全方向の音を全て記録するっていうモードだったりとか、前方だけの音を取るっていうモードだったりとか、前方と後方の音を両方とも取るっていうものですね。なのでまあこっちの人がインタビューして喋りながら、カメラの向こう側の人もインタビューに答えるとか、なんかそういう撮影の時とかに使うようなモードとかっていう感じで、いろいろね指向性を変えることとかもできるので、いろんな用途に応じて設定を変えながら使うこともできるのはすごくいいなと思ってます。はい、これが、音声全方向の指向性に設定している音声なんですが、前方だとこんな音声で、左右に行くとこれぐらいの音声で、後方に行くとこんな感じで音が取れてるかなと思います。結構全体的に同じ音量で取れてるんじゃないでしょうか。はい、これが、前方の指向性に設定している音声です。で今前からがこんな音声なんですが、徐々に左右に行くと横がこんな感じの音声で、後ろからの声はこんな感じです。ちょっとちっちゃくなってますでしょうか。はい、こんな感じで前方の指向性だと音量はこんな感じで取れます。はい、これが前方と後方の指向性に設定している音声なんですが、これが前方で、左右に来るとこんな感じ、あんまりちょっと声遠くなったなりましたかね。で後ろに来るとこんな感じ、後方の音声はこれぐらいの音量です。前方と同じぐらいでしょうか。でさらにこのクリエイターコンボっていう、こうセットのものにはですね、なんとなんと私も今ここにつけているのと同じこの DJI マイク2のこのね、一つトランスミッターがついてくるんですよね。これめっちゃすごくないですか。私も普段この YouTube を撮るときとかに使ってるこの無線のピンマイクですね、これが1個ついてくるってめっちゃすごいなと思っていて、でかつめっちゃまたすごいのが、まだどんだけすごいって感じなんですけれども、この DJI マイクついてくるものとこのオズモポケット3がもう最初からこう Bluetooth で接続されているような状態なので、こうマイクの電源をオンにするだけで自動的にこっちのオズモポケット3とつながって、もう喋り始めたらすぐこのピンマイクが起動して、音声がちゃんとピンマイクの音だけが収録されるような状態になってるんですよ。すごいですよね。なのでわざわざこう有線でこっちをつないでとか、なんか設定してからやる必要がなくって、あ、今ピンマイク使いたいと思って電源つけたらすぐつながって使えるって、もうめちゃくちゃ効率的だなと思いました。でさらにすごいのが、これ今回クリエイターコンボには1個だけついてくるんですけれども、例えば私みたいにこう普段から DJI マイクを持って使ってる方とかで、もう1個このトランスミッターを持ってる方、まあ、別で買ったりとかでもいいと思うんですけれども、持ってる方は2個までこのオズモポケット3につなぐことができるので、2名の、まあ、ピンマイクの音を、収録することもできるって感じです。はい、じゃあ今これが、オズモポケット3の本体の
で収録できている音です。多分周りの雑音が結構聞こえてるんですけど、ここで DJI マイク2を、まあ、それぞれ2つねペアリングしているので、電源オンにするとオン来るかな、オンになった。あ、来た。どうですかね、これで今マイクがつながっております。わあ周りの雨の音とか車の音聞こえますかね多分結構このピンマイクの声だけが聞こえてるんじゃないでしょうか。はい、じゃあここまではこのオズモポケット3の特徴を、まあ、外観とか撮影性能とかマイクの性能とかっていうところに分けてご紹介させていただいたんですけれども、ここからはスマホで普段撮影されてる方とかも気になってるであろうスマホカメラとちょっと比べた時の違い、まあ、プラスな点とちょっとここは気になるなみたいな点をいくつかご紹介していきます。でまず一つ目、いいなと、このオズモポケット3がスマホのカメラに比べていいなと思ってるのはセルフィーで自撮り撮影するときなんですけれども、こっちのオズモポケット3っていうのはセルフィーにするとき普通こっちに向いて外側を撮ってるんですけれども、くるっと回転させて自分の方にこう、レンズを向けることができるんですよね。なのでもう同じこの1インチのセンサーが入った20ミリの焦点距離のレンズのまま外側も内側も撮影できるので、映像の画質がもうすごく綺麗な状態でインカメでインカメというかセルフィーで撮影することができるんですね。でスマホはやっぱり私スマホの iPhone とかの一番今後より良くなってほしいなと思うポイントとしてはインカメ性能なんですけど、やっぱりこのアウトカメラに比べてインカメラセルフィーのモードっていうのはちょっと画質がやっぱ落ちちゃうんですよね。なのでセルフィーでこうやって自撮りする時の画質っていうのはやっぱりね、こっちで撮影するとめちゃくちゃ綺麗なので、そういった部分はやっぱりすごくこのオズモポケット3が勝ってるポイントだなと思いました。で、あと、まあ、ちょっとこれはスマホとの比較じゃなくってミラーレスカメラとの比較なんですけど、ミラーレスカメラでセルフィーにする時ってバリアングルモニターでこうパカってこっちに向けて撮ったりすると思うんですけれども、ちょっとねモニターがちょっとずれる位置にあるので若干視線がこうずれちゃう、レンズとモニターでずれちゃうんですけれども、まあ、オズモポケット3の場合はこのレンズのすぐ下にモニターがあるので全然視線がこう揺れずに撮影できるっていうのも、まあ、これはミラーレスカメラとオズモポケット3でセルフィーで撮影するときに比較したオズモポケット3のいいところだなと思います。で続いてスマホと比較してこのオズポケ3がいいなと思うのは、フレアとかゴーストが出にくいっていうところですね。まあ、スマホで夜とか、まあ、光のライトアップみたいなところを撮影すると大体フレアゴーストっていうのが映りやすいです。ただこっちのオズモポケット3はあんまりねそういうフレアゴーストが気にならなかったので、そういうところも普段スマホを使って撮影していて気になるなって思ってる方にとっては、まあ、オズモポケット3ではあんまりそこが気になりづらいかなと思うのでいいんじゃないかなと思いました。で次にいいなと思うのはパンフォローモードっていうのが、まあ、この中にあるんです、設定であるんですけれども、パンフォローモードの場合は水平を常にこう保ってくれるような状態なので、こんな感じで手が回転したりとかこう回転しても常にこう水平を保って撮影してくれるっていうのが、まあ、この大きな特徴なんですね。でそれに比べてスマホの場合はやっぱり手ブレ補正は結構効くようにはなってるものの、やっぱりこう回転しちゃうとそれに伴って映像って水平がずれるじゃないですか。なのでそういったところもやっぱりこっちはねジンバル機能が本体についてるっていうところで水平が常に保たれるっていうのはすごくありがたいです。個人的には私癖なんですけれども、結構普通に撮影してると若干こう左に傾いちゃう癖がちょっとあるんですよね。なので編集でちょっとだけ回転させて水平を整えたりしてることが多いんですけれども、まあ、そういった心配がねオズモポケット3の場合はないっていうのはやっぱり編集で拡大して回転させるとその分画質ちょっと落ちるので、まあ、そういったところの心配がないっていうのはすごくポイントが高かったです。はい、でここまで、まあ、いいことしかちょっと言ってないんで若干気になるマイナス点もちょっとお伝えしていこうと思います。まずちょっとスマホと比べてスマホの方が有利だなって優勢だなって思う部分としてはですね、まあ、スマホの場合は3つレンズとかがついていると、まあ、標準の広角レンズの他に0.5 倍の超広角があったりとか、まあ、3倍とか5倍とかの望遠のレンズとかもついてますよね。まあ、それに対して、まあ、仕方ないんですけどオズモポケット3は、まあ、1個のレンズ
なので、まあ、電子ズームで多少ズームはできるものの、さらにこうズーミングした奥の方の遠くを撮るような望遠レンズにはまあならないので、ちょっとあの望遠で撮る画角の限界はすごい感じるかなと思いました。で、まあ、広角のレンズっていうのはね、これがついてるので、よりこう広角 20mm よりも広角の 15mm 相当の画角にすることは一応できるんですけれども、遠くのものを撮るのはちょっとあんまり向いてないカメラだなと思います。でそれに伴ってもう一個気になるのが、この広角のレンズっていうのをこう磁石でつけた時なんですけれども、まあ、磁石でねパチッとつけているだけなので、正直、まあ、普通に使ってる分には絶対取れないと思うんですけれども、まあ、何かのタイミングでこうパンと当たったりとか、ちょっとあの衝撃が加わると若干外れてしまうっていう心配はあるので、あの、まあ、なくしてしまいやすいかなとはちょっと思います。それはちょっとねマイナスポイントだなと思いました。あとはまあ映像を普段からやってる方とか結構気にするポイントだと思うんですけれども、ブリージングっていうのは結構大きく出るかなと思います。まあ、特にこうレンズのすごい近く、まあ、最短撮影距離の20センチとかに被写体を持ってきて、それをまあ外して全体を写したりすると、結構この画角がグワンと一気に変わるんですよね。端っこ、この周辺を見ていただくと分かると思うんですけれども、結構画角が大きく変わっちゃうかなと思います。まあ、これをブリージングというんですけれども、まあ、そのブリージングは割と出てる方かなと思うので、まあ、ちょっとそこを気になる方がもしかしたらいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、あんまりねこう被写体を近づけて外してっていうのをすごくするかと言われるとそうでもないかなと思うので、まあ、そこをどこまで気にするかかなとちょっと個人的には思います。はい、ということでここまでで、まあ、特徴といいポイントとちょっと気になるポイントをいろいろお伝えしてきたんですけれども、まあ、肝心のこのオズモポケット3の価格をちょっとご紹介しますと、現時点ではオズモポケット3この本体のみで 79,200円になってます。で、まあ、途中途中ちょっと出てきたこのねクリエイターコンボっていろいろセットになったもので 99,880円ということで、まあ、10万円を若干切ってくるような金額になってるんですけれども、まあ、これがちょっと高いか安いかっていうのは人それぞれの感覚が違うと思うので一旦ちょっと置いといたとして、あのクリエイターコンボの方にはこの本体と、まあ、さっき言ったマイクとか広角レンズ以外にも、さらにはこのまあ三脚、足を広げてこのまま下につけて立てられるような三脚だったりとか、あとは外部バッテリーですね、予備バッテリーになるものなんですけど、まあ、別でちょっと充電をしておけば、あのこっちの本体の充電がなくなったりとか少なくなってきた時に、ここでねタイプ C でこうぐさっとつなぎ合わせることができるので、それでさらに長い時間使えるようなこうやって外部バッテリーとかまでついてくるので、こんなにねいろんなものが揃えてくれてるっていうことにすごく驚いています。このマイクとかねバッテリーが一緒についてくるって、なんかここまでセットにしてくれてるのはやっぱりね一個一個揃えないといけないって思うと大変なんですけど、最初からセットになってくれてて、まあこれだけの性能のものがあのここの中に収まってるって思うと、まあ、すごく個人的にはめちゃくちゃいいカメラとアイテムセットだなと思ってます。はい、ということでここまでいろいろ話してきましたが、まあ、この、コンパクトジンバルカメラオズモポケット3がどんな方におすすめできるかというと、まあ、一応公式ではこの、カメラ撮影を続けて最長2時間まで撮影ができるというふうになってまして、ただまあ常にねこう2時間ずっと撮り続けるわけではないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、外部バッテリーなしの状態で私も実際に撮影をしてみたりとかしていると、だいたい半日以上撮れるなっていう印象がありましたし、まあ、さらにはクリエイターコンボにはこの外部バッテリーもついているので、まあ、これさえあれば正直1日フル稼働であの結構ちょこちょこ撮影していても割とあの電池が切れるっていう心配はないんじゃないかなと思います。なので、まあ、1日あの外に出かけたりとか旅行に行って Vlog とかを撮影したい方、記録したい方はにはすごくおすすめですし、で、まあ、正直一番手軽に撮れるカメラって言われるともうスマホのカメラと思うんですけれども、まあ、さっき言ったような旅先での Vlog だったりとか、まあ、歩いて撮影するようなシーンが多いような撮影とか、まあ、あとは登山をしながら撮影する方とかはもうすごくね大活躍しそうだなって思います。でかつあの個人的にはこんだけねコンパクトだともうフョイってちっちゃなカバンにでもね忍ばせておけるので、まあ、とりあえず持って行っておこうっていう機会が増えると思いますし、まあ、とりあえず持って行っておけばおのずと Vlog とかね動画を撮影する機会も増えるんじゃないかなと思うので、まあ、それもね個人的には嬉しいですね。
はい、まあ、まだまだ私もね使い始めてそんなに間もないので、これからどんどんと使っていきたいなと思います。で、今回は、まあ、このね全体的な特徴とか、まあ、自分が使った感想みたいなのをご紹介したんですけれども、まあ、次回の動画ではこのオズモポケット3のより詳しい操作方法についての動画を出そうと思ってますので、まあ、よかったらぜひそちらも合わせてチェックしてもらえると嬉しいです。はい、ということで今回の動画はこれで以上になります。この動画が少しでも参考になった、よかった、オズモポケット3気になると思ってもらった方はぜひグッドボタンやコメントいただけますとすごく励みになります。今回の動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。